うん、これも。めっちゃうまい。ちょっとね、今ね、この絵ね、はい、山田さんが思ってる3倍ぐらいよりで撮ってます。ちょっとやめてよ。毛穴とか映ってるじゃん。もう嫌やん、女子か、お前。サンダビューリの山美です。今回もご視聴ありがとうございます。ちょっとね、だいぶ寒くなってきましたね。今日行くのが、三田市欅台にある M プラスガーデンさんっていうところです。恐竜だったりゴリラとか、なんかいろんなアニマルのオブジェがいっぱいある場所で、見たことあるって人も多いと思うんですけど、そこで、11月の8日から牡蠣小屋が、オープンになるという情報を聞きましたので、早速遊びに行ってこようと思います。はい、で、バスがね、送迎バスが来てくれると思うので、もう寒いんで行きたいんですけど、ちょっとそのバスを待ってから今日は行こうかなと思っております。はい、じゃあ待ちましょう。待ちましょう。待ちましょう。新しいパターン。急に寒いよな、ほんまに。僕でもこんな寒くなってから3台寝てないんで、あれですけど、やっぱ寒いですか、朝。寒いです。まあ夜も寒いんですけど、朝が。やばいですか。もう布団から出られないですね。あ、あれ？あれあれ。おー、すごい。チャーターですね、チャーター。はーい、 M クラスガーデンさんの送迎バスです。 M クラスガーデン、こんにちは、ありがとうございます。ちょっと後ろの人形撮っていい？人形、人形って言うの？あれ、うわ、何これ、怖すぎませんこれ。なんか前見たより髪型が綺麗になってる。なんかめっちゃリアルなんですけど、これ大丈夫なんですか？車検通るんですかこれ？大丈夫らしいですよ。じゃあすいません、お邪魔します。邪魔します。 M プラスガーデンのオーナーの宮田さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。 T シャツを着せ替えたかったけど間に合いないけど変わりました。すごいね、髪型とかですよね。綺麗になってる気がした。綺麗になってるんや。顔は変わらへんけど、怖やっぱりすごい。ここにもなんか手の跡ありません？ここにも手の跡ある。ああ、ありますね。びっくりした。気のせいかな。いろんな仕掛けが、お隣にも。隣？いや、ちゃんの隣。あ、ほんまや、なんかいる。すごいな。喋ってていいの？あ、もうガンガン喋ってる。喋らん方がいいの？いや、全然喋ってない。放送乗らないですよ、ピー入れますんで。あ、乗らない。ピーばっかりなの？皆さん、ピーばっかりなの。それ、面倒くさいんでやめてもらっていいですか？はい、到着しました。こちらが M クラスガーデンさんです。今日は一応正式オープン前で、うんうん、お客さんいないんですけど、はい、特別にちょっと先行して、はい、貸し切りですね。はい、いただくと。おー、びっくりした。なんかもういちいちびっくりさせるな。よいしょ。めっちゃ尋問されてるよ、ゴリラ。あれ、ゴリラ？マントヒヒか。マンドリル、マンドリル。一瞬点とは関係ないイラストは。あれ、これみんな。また。あ、そんなんなかったですもんね、前ね。はい。おお。ね、山田さん、その一番右奥のやつ使ってくれたら、右奥のやつ設定してるんで。食べ物。見てみるんだ。はい。開けた方がいい。すごい。ちょっと、楽しそう。すごい。
もうめっちゃプライベート空間ですね。ねえ。すごい。いいですよ。それ置いてたら面白いです。うん、あもう面白いっちゃ面白いです。そういうとこか。楽しい。なんかそれそれ今実は長さんの俺一応あの子供らのちゃんとしたあの喜ばすための人になってるから。なってる。どうなんかちょっと暖かくないですか。暖かいですね。暖かいですね。これをお客さん来るまでにもうちゃんとつけといてやってたら。だいぶあったかい。なんかワク感あるでしょ、うん、確かに秘密基地みたいな、絶対よ。あのちょっとそろそろピー入れんのめんどくさいんでやめてもらっていいですか。お待たせしました。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、はい、開けますね。はい、うわー、 おタコが丸々入ってる。食べます。すごい。これでもすごいレンズ煙る。それがまた臨場感出てくる。確かにね、はい、これ、こっちが何鍋っていうんですかね。百姓鍋。百姓 鍋オリジナル鍋、ね、オリジナル鍋、すごい。牡蠣入ってるし、牡蠣もある。タコ入ってるし、やって。あの奥のやつなんですか、その山さん側の肉。お肉、あ、何肉。豚肉です、ね、豚肉です。はい、サコは丸ごと1匹すげー入ってます。すげー。で、そちらはこっちが。ちょっと待って、これほんますごい。ほんますごい。まあ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 。開けてみます。はい、お願いします。こっち来た方がいいんじゃん。え、なんで煙が。そっち、そっち。あ、こっち。これ吹いちゃった。うん、煙こっち来てない。じゃあ、あ、やばい、なんかサウナみたいになってる。この動画やばい。ちょっと一回ちょっと吹きます。はい、ちょっと湯気の関係で場所をね、うん、移りましたけど。これ、詰まったアコンやろ。はい、こちらが、はい、蒸し牡蠣。蒸し牡蠣です。じゃあ開けてください。もう開けていいんですか。まだ、あ、いいやつですか。まだ多分開いてないですよ。もうちょっと大量。うちの店で作ってます。なんかこだわりのなんかブレンド。企業秘密。オリジナルで。うわ、言ってくれへん。オリジナルで。あ、はい、いやらしい話、絶対この値段で出されへんすよ。え、料金体系とかどういう感じなんですか。言われへん。紹介のしようがない。覚えてないでしょ。覚えてないで。お鍋と焼き牡蠣と蒸し牡蠣とが全て食べ放題のコースと、お鍋と焼き牡蠣なしの蒸し牡蠣だけのコースと2つあります、はい、全部入ってるコースが税込み4,500円。税込み4,500円。はい、小学生が3,000円になります。お鍋と焼きがないコース。コースが、大人の方が4,000円、はい、で、小学生さんが2,500円になります。じゃあ500円しか差はないってことですよね。そうですね。なので、はい、個人的にはお鍋つけてもらった方がいい、うんうん、鍋と焼きがいけるのが、まあ、500円でしか差がない。そうですね。あれば全部つけた方がなんかお得感ありますよね、はい、そうですね、うんうん、はい、逆に言うたらどんな料金システムか感じるの。500円じゃないですよね、こんなんね。絶対ちゃう。でもその方が絶対いいかなってね。ですよね、嬉しいですね。絶対いい。こちら側としては僕が基本的にこのお店やらせてもらってるのは、はい、僕がお客さんで行った時にこんな店があったら面白いなとか、こんな料金体系やったら納得できるなっていうので全てつけてるので、
そんな、はい、あの先ほども言った漁師さん直の柿で、はい、この値段で食べ放題っていうのは多分絶対できないと思うんで、うんうん、ですよね。アルコール飲み放題もつくんですよ、はい、ソフトドリンクとか飲み放題つけてもらったらアルコールで1000プラス1500円 で、はい、でソフトドリンクでしたらプラス500円で召し上がっていただけます、うん、じゃあ実質、6000円かな。もうフルでつけた一番最高のもう、うん、王様コースでいけばですよね。はいはい税込みです、はい、そうそう あと忘れてはいけないこのテントね、テントのテント一張り2000円なんですけど、はい、2時間で2000円です、はいはいはい、で5人で利用してもらったら、はい、1人400円で、ああなるほど、あその人数分で割れるってことですか。あそうです、ね、はいはいはい、この温かさを、そうそう、はい、これ、今ちょうど4人、え4人ですね、4人いてだいぶスペースあるので5人でもいけるし、6人になったらなんえいくらや、ややこしいですね、うん、まあ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 もう300円ちょろで2時間暖かいところで食事ができるっていうのが、うん、去年まではテントがなかったんで、ね、結構やっぱ寒いとかいうのがそれでもたくさんのお客さんに来てもらってたんですけど、うんうんうん、やっぱりご高齢の方もいらっしゃるんで、ね、はいはいはい、ね、倒れられても困るんで、やっぱこういう暖かいところで食べてもらうのもやっぱりサービスの一つかなと思いますね、うんうん、いやもうなんかこんなんあるだけですごいテンション上がりますよね。いやもう僕個人的にめっちゃ楽しいんですけど、うん、おお。焼きガキでございます。あかん、どっちつかずになる。YouTube 撮影中です。売ってんのこれ。おお最高。いただきます。焼き牡蠣です。うま。またさっきとちょっと違って。うん。これちょっと食べる。食べたい。食べて。いただきます。うーん、うまうまいよね。あれ怖すね。これはお腹いっぱいやねんけど全然全然確かに確かにさっきまで腹いっぱいって言ってたのに別腹ですよ。全然食える、うんうん、おいしい。なんでもう今だってカメラ気にせず食ったもんなこの人はい、ということで今日は、かき小屋百姓さんにお邪魔しました、いろいろ、蒸し柿とか焼き柿とかあとタコがね丸ごと入ったお鍋もそうですし柿フライとかもうほんと柿尽くしでもう本当に大満足のめちゃくちゃうまいんで、あのぜひ郊外の方も本当おすすめですのでぜひちょっと楽しんでいただけたらなと思います。休みはなし、あ予約があれば開けてくれるということなのでぜひ事前に、ね、予約して、はい、来ていただければと思います。はい、皆さんちょっと最後の締めのあれですね、はい、宮田さんでした、ありがとうございました。本当美味しかったです。ありがとうございます。はい、はい、ということで、この動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。あとコメントもぜひください。はい、ということで次のまた動画でお会いしましょう。サンダビオリの山美でした。ありがとうございます。